D450-114 号機と専用客車による S バーンの S3 系統の列車中立市中央駅の D450 系 d 4 5 0 1 0 5号他の S バーンの列車、客車の乗降扉が赤の近年の塗装スイス国鉄 D450 系電気機関車はスイスのスイス連邦鉄道の都市近郊列車で使用される電気機関車である。スイス国鉄が チューリッヒの S バーン用2階建て列車を導入する際に、その専用機として4 5 0 0 0 0号機から114号機までの115両が製造されたもので、2階建て客車と合わせた大型断面で固定編成を前提とした型運転台、手荷物しつけの車体と VVVF インバータ制御による最大 240KN の牽引力と時速 130km の最高速度、 曲線での軌道への大圧を抑える自己操打台車を特徴とする機体である。また、携帯は大きく異なるが、SLM 及びアブによる私鉄用標準型機関車、リオン、4型シリーズの機体であり、基本構造、電気品や台車などが共通となっている。まず1987年に発注された一時車が、車体、機械部分、台車を SLM、電気部分、 主電動機をアブが担当して24両が製造された。なお、これらの機体は、発注時には、スイス国鉄方式の形式名であるリヨン、4ボルト型1500から1523号機となる予定であったが、現車は新しい UIC 方式の形式名であるリヨン 150K000 から023号機として、落成している。 その後2次車として024から049号機の26両が製造され、3次車として050から094号機の45両が製造されたが、3次車については SLM2D460 系の製造を優先させるため車体の製造を SWP が担当している。最終の4次車は、 b 4 6 0系の製造が一段落した1996年に095から114号機の20両が製造されているが、車体の製造は SLM に戻り、電気部分、主電動機はアブの後ろ身のアドトロンズが担当している。なお、その後も造備が計画されたが、生産ラインが再開できなかったため、2006年以降は、 シーメンス社のデジロシリーズを同様に2階建て仕様としたラベン514型電車に移行し、さらに2010年以降はシュタッドラー社のドーストシリーズへ移行することとなった。各ロットの旧形式、基板と新形式、基板、SLM 製板、製造年は以下の通りまた、各機体の基板と機体名は以下の通りであるが、064号機がシティオブ大阪と名付けられ、 大阪市の紋章をつけている。リ4 5 0 0 9 7号北の広告塗装編成リ450系の終電装置リ450型と同デザインの2階建て2等制御客車リ450型と編成を組む2階建て2等客車リ456系、リ450系のうちに編成が週に譲渡された週のリ456系、リ456系。 VHB が導入し、RM 塗装となった機体リ456系、BT の機体リ450型と同じ SLM 及び AV による、私鉄用標準型機関車、リヨン ?4 型シリーズの機体は、スイス国内の各私鉄で14両が製造され、使用されている。ありがとうございます。